渡辺直美と平野耀の意外な交流にファン大興奮。コラボ再びの可能性はこんにちは、皆さん。今回は、日本のエンターテイメント界で話題騒然の出来事をお届けします。米国在住の人気タレント、渡辺直美さんと元キングプリンスへのメンバーである平野耀さんとの意外な交流について、熱心なファンの反応をご紹介します。 彼らのコラボ再びの可能性についても考察してみましょう。先日、渡辺直美さんがインスタグラムのストーリーズを通じて、平野潮さんへの長文メッセージを発信しました。この出来事はファンの間で大きな反響を呼び起こしました。渡辺さんと平野さんの交流は、 彼らの個性的なキャラクターと意外な共通点から来るものであり、ますます注目を集めています。平野紫耀さんは、自身のインスタグラムアカウントで初のインスタライブを開催し、その中で渡辺直美さんへの思いを熱く語りました。かねてから渡辺さんのファンであることを公言していた平野さんは、会いたい。という思いを口に、シコラボに対する熱望を表明しました。 この意外な一面にファンからは驚きと感動の声が上がりました。渡辺直美さんも自差ボケに悩まされつつ、平野さんのインスタライブを見たことを明かしました。動画中で平野さんが渡辺さんに言及する場面に遭遇した彼女は、その瞬間に大いに驚き、飛び起きた、と笑顔で述べました。また、再生しながら子守歌代わりにしたとのこと。 彼女の率直な感情がファンにとっては微笑ましいエピソードとして受け入れられました。さらに渡辺さんは長文メッセージで平野さんに対しての反応を述べました。その内容は彼女自身が緊張したコラボ計画に関するものであり、読者の心をくすぐります。 過去の人見知りエピソードを振り返りつつ、もし次話す機会があったら、あの時の人見知り事件が再度起きないように頑張って喋ります。というメッセージは読者に共感を呼び起こすことでしょう。渡辺さんと平野さんは、2020年の紅白歌合戦での共演を通じて知り合いました。両者共に人見知りという共通の特徴から、初めてのコミュニケーションが難しかったとのこと。 このエピソードが彼らの交流をより感情豊かなものにしている要因と言えるでしょう。渡辺直美さんと平野志耀さんの意外な交流がファンの心を温かく包み込んでいます。インスタライブでの意気投合から長文メッセージに至るまでのエピソードは彼らの人間味あふれる一面を浮き彫りにしています。 ファンたちは彼らの再びのコラボに期待を寄せており、その可能性を探る楽しみが広がっています。読者への挨拶、このように渡辺直美さんと平野紫耀さんの交流は、一つのエンターテイメントとして多くの人々に喜びと興奮をもたらしています。彼らの未来のコラボに期待しつつ、これからも彼らの活動を見守っていくことでしょう。皆さんも、 彼らの交流に関する新たな情報を楽しみにしてみてはいかがでしょうか。記事は以上です。